あの時俺は嫌な予感がしていた。なぜ彼らが残り俺を先に進ませたのか。その意味に気づき戻った時にはもう。 もしもう一度があるのなら。 過去へ戻る。かつて馬長は今度こそ。ここはさようにございます。ならば魔猛騎の戦見るがいい。 大した軍勢だね。若を先に行かせてよかったよ。この戦、生き延びられるのは分かっているかん。もう生かすため犠牲になるなど許さん。必ず助けるぞ馬隊。微力ながら私もお手伝いいたします。 武田騎馬隊よ、この目を清涼の武者どもに陰謀を渡せ。武田軍が丸々操られてるってこと。これは厳しいよ。おう、敵にまだ増援に来る将がおったか。よい、 我が操りに用に通させよ。よい、敵を抜かしてよ。私は 術が解けた。この力まだ使いこなせておらんな。法令面は御助力いたす。引かざるを得ぬか。決勝、魔猛騎が討ち取った。 共に生き延びるのだからな。
たちのおかげでこっちはもう大丈夫。それよりも清盛をなんとかしないと。一人で食い止めてる甲冑殿が危ないよ。はいやお見事な武勇にございます。門を閉ざしたのか。
助けてくれた若は、ああ、降参は。いかなる方法であれ、これよりは。それがしも。忍びが術にかかるとは、面目ない。本当に過去に戻れるとはね。このまま幼女の出現前まで戻っちゃおうよ。そうすれば。それは叶いませぬ。過去へ戻るには今ここにあり、かつその時にも存在した方、その方の過去と今を結ぶ存在の縁をたどる必要がございます。これは細い糸をよすがに大河を渡るがごとくの行為ですが、かの幼女の出現という現象は世界を乱し、時の川に荒波を生んでおります。縁の糸はその波を貫くこと叶いませぬ。前回の同胞が幼者倒滅の方策を探っておりますれば、今は救える方々をお救い申し上げ、お味方を増やされますよう。幼者の出現は阻止できないのか。それならかぐやさんの言う通り、仲間を増やしていくのが良さそうだね。そうすると小田原城の確保が優先かな。戦略上の拠点にできるし、仲間にできる人もたくさんいそうだし。でも俺たちが知ってる歴史だと妖魔に包囲されて陥落しちゃうんだよね。小田原城の陥落を防ぐには俺と芝生さんも過去に戻らないとかな。で、芝生さんは上田城、俺は道庫を守る。馬城さんにも動いてもらおう。そうすると敵の目は分散するでしょ。その隙に小田原城をいただきってね。前の歴史だとまともに救援しようとして失敗したんだよね。なんでこんな感じでよろしく。